今日は自信の持ち方というテーマでお話しします。で、私 JAL で30年間キャビンアテンダントをやっていまして、今はデパ地下でサラダを売ってますと。アルバイトを含めると34年間接客をやってるんですけど、今日はですね、自信の持ち方ですね。で、私ここに関してはちょっと自信がありまして、全世界が震撼するぐらいですね、簡単に自信を作り出すことができると。なので巷では即席自信製造カップ麺というあだ名で今呼ばれていますと。このどうすれば自信が持てるようになるのかと、そこの自信の作り方みたいなテーマでお話ししていきます。まず大前提としてですね、自信っていうのは絶対あった方がいいです。で、どんな自信かというと、自分は絶対にできる、きっとうまくいく、何だってやれるみたいな根拠のない自信ですね。これとっても大事ですと。特に接客だとか営業とか、さらにスポーツの世界でも自信があるかどうかで直接結果が変わってきます。で、特に接客や営業をやってるとですね、自分に自信があるかどうかっていうのは、相手つまりお客様や上司にも透けて見えますし、そういったことも含めて絶対自信っていうのはあった方がいいです。で、結論ですね、どうすれば自信が持てるようになるかっていうところなんですが、これに関しては自信っていうのは自分で都合のいいように基準をねじ曲げてでも、自分自身で勝手に作り上げていくことが大事なんです。世の中、例えば他人から評価されるように真面目に頑張れとか、一生懸命頑張れば夢は叶うからできる、そしたら自信がつくよとか、そんな結果を残せば、成功体験を作れば自信がつくよとか、みたいなことを言ってると思うんですが、もうこんな話はアホかっていう話で、そんなの分かってると。実績を残せば自信がつくっていうのは、ご先祖様もマンモスもみんな知ってると。実績を出せばそれが一番いいという話なんですが、私みたいなトリケラトプスにとっては、まず成功するまでに10万年ぐらいかかるっていう話で、そんなのいつまで待てばいいんだっていう感じなんですと。加えて、例えば実績がある人が自信があるのかというとですね、これはない人がいてですね、びっくりすることもあるんです。逆に大した実績がないのに自信を持っている人って結構いると思うんです。なので、結果だとか実績だとか他人からの評価によって自信がつくっていうのは間違いという話なんです。結果を出すとか実績作るのってめちゃくちゃ難しいので、そんなの待ってられないっていう話ですね。で、こっから私のちょっと体験談になるんですけど、 JAL で30年間下っ端で昇格もせずに現場でせっせと働いていたんですけど、その時に例えば先輩だとか後輩だとかにめちゃくちゃ能力や才能があって、英語や中国語が話せて、頭の回転も速くて、気が利いて、美人でスタイルが良くって、こういう人がいますと。そういう人というのはですね、お客様からファンレターをもらったり、グッドコメントをもらったりして、さっさと昇格していることが多いんですが、当の本人は結構自分に自信がない人が多いんですと。要は実力の割に謙虚すぎて自信を持てないっていう話なんです。で、私からすると、なんで自信がないんだと。そんなに才能にも恵まれて、美しさにも恵まれて、 CA になるために生まれてきたような、いやいや違う、女優さんになった方がいいんじゃないかっていうぐらい羨ましい状態で生まれてきてるのに、そんなに才能があるのになんで自信が持てないんだっていうふうに思ってたんですが、当の本人は自信が持てずにいると。一方で、これ JAL の先輩の話なんですけど、通路を歩けないぐらい太っていて、お客様が2度見3度見するぐらい太っている人がいるんですけど、動きは渡辺直美みたいに機敏でキレッキレで、話は面白くて、ギャレーワークは素早く華麗な人もいますと。と、他にもいつも時間ギリギリで、たまに寝過ごしてシップ直行する人とかがいたりして、私からすると、なんでそんなことできちゃうんですかみたいなことを平気で乗り越えている人がいるんですね。それでもって結構お客様からも評判が良くて、上司ともうまくやっていて、楽しくわちゃわちゃやっているんです。傍から見るとそんなに魅力的じゃないのに、とっても自分に自信を持って接客している人がいるんです。なんでそんなに自信があるんですかっていうふうに聞いたことがあるんですけど、だって太ってるって最高やんみたいな感じで、平安時代なら私
大モテだったのよみたいな感じで、他にもいろいろ聞くんですけど、結論そんな大した成功体験じゃないんです。いわゆるそんなんで本当に自信持ってんのみたいな、よくそれで自信持てるなみたいな風に思うんですが、当の本人はそれを全部自信にしちゃって、結果うまくやっちゃってるっていう話なんです。つまり自分の中にある自信なんて、結局他人からの評価だとか誰もが分かる実績だとかっていうのには関係ないっていう話なんです。雑に言うと自信を持ったもん勝ち、つまり勝手に自分の中で確固たる自信を持ったものが勝ちっていう話なんです。で、これも実際何回か経験した話なんですが、 JAL では JAL カード獲得ノルマや JAL マイレージバンクの獲得競争みたいなものがあったんです。これって数字でいい結果を出せば成果が明らかなので昇格につながるんですけど、ある時後輩が獲得件数で所属で1位になれば成果が明らかなんで自分にも自信がつくと思うんですと、人事効果の目標にしたいと思うんですと言ってきたんです。これまず結果が出るまで500万年かかったらどうするんですかっていう話で、自信がつく結果ってそもそもなんやねんっていう話もありますし、加えて結果が出れば自信がつくと思ってるのかっていう話なんですね。これ全然別っていうことなんです。話を戻すと、自信というのは自分が持っているのか持っていないかという話なので、自分で都合のいいように考えて作り出すものっていう、まあちょっとパワープレイみたいなものなんですが、これが私の結論なんです。例えば私の話で言うと、なんでそんなに接客に自信持ってるんですかっていう答えとして、20代の頃年配のお客様から、私の孫のお嫁さんにしたいなっていう風に言われたことがあるんですね。30代になると息子のお嫁さんにしたいななんて言われたことがあったんです。でもこんなことを業績にも反映しないし、お客様に無理やり言わせたお世辞のような言葉だったんですけど、これが今の私の人生の自信になってるっていう話なんです。これって例えばすごい営業マンからすると、100億円の契約を取ったわけでもないし、営業でトップセールスを取ったわけでもないし、そんなことで自信を持ってんのかっていうふうに思われると思うんですね。だけど私の中では、要は100億円の契約を取るよりも一人のお客様からこういう言い方をされた方が価値が高いっていうふうに、勝手に自分の都合のいいように基準をねじ曲げているっていう話なんですね。まあだから昇格できなかったわけですけど、でもそれでいいっていう話なんです。で、これに関しては、例えばここまでの話ではなくてでもですね、めちゃくちゃ小さい出来事でもいいんです。例えば私、先週パートの帰り道で野良猫がうろうろしているのを見たんですね。それで野良猫が私の顔を見て近寄ってきたと。で、この猫が私の顔を見て近づいてきたっていうこの出来事を、もう自信に変えちゃうっていう話なんですね。例えば機内でお客様からクレームが何件か連続であったりすると、ものすごく落ち込むし、ちょっと自信が揺らぎそうになって、このままで自分って大丈夫なんかなと、私ってこの仕事向いてるのかなって、もうダメなのかなみたいに不安になると思うんで、そこでどう思うかというと、いやちょっと待てよと、先週あの野良猫が私の顔を見て近づいてきたと、他のいろんな人がいる中で私のところに来たと、しかもあの猫は中にまだら模様があったと、あれはちょっと普通の猫じゃないぞと、そういうふうにその出来事を自分の自信に変えちゃうんです。ねじ曲げてしまうという話なんです。目の前の人間にモテるよりも野良猫にモテる方が難しいぞと、しかもまだら模様の猫だぞと、こういう格好で全ての出来事を全部自信に変えるっていう、この癖がついてるっていう話なんですね。まとめると、自信がある人というのは結果を残した人、成功した人ではなくて、ポジティブっていうのともまた違って、要は出来事を自信に変える、その思考がうまいっていうのが私の結論です。なので、どれだけ小さいことでも自分の自信にしていく、それをねじ曲げて解釈して変えていく、この感覚ですね。仕事で汚いトイレを掃除している時とか、大量の段ボールを潰して畳んでいる時とか、悔しかったり悲しかったりする時に、こういう小さいことを思い出すことが大事で、より好みはせず、やれることは何だってやるんだ、生きていくんだ、やると言ったらやるんだっていう、だって私は野良猫が近づいてくるぐらい本当にすごいんだぞって思ってるっていう話なんです。
まとめると、JAL にいた頃にもらった名刺を全部やめた時にマニュアルと一緒に捨ててしまいました。今思い返すとすごい人もいたのになーって思ってます。大きい会社を辞めて看板がなくなった私にもう名刺をくれる人は一人もいません。以上です。